投資トラブルで世間からの注目が集まっている TKO の木本武宏さん。事務所を退所するほどまで追い込まれてしまいましたが、その真相は一体何だったのでしょうか。今回は投資トラブルの内容やその金額、被害を受けた芸能人についてまとめましたので紹介します。木本武宏さんのプロフィール。本名木本武宏、生年月日1971年5月6日、出身地大阪府大東市、身長178センチ、血液型 A 型、学歴フィリップス大学日本校中退。経歴。木本武宏さんは中学の頃からの親友だった木下隆之さんとコンビ TKO を組むと、1990年に松竹芸能に入り、関西を中心に活動を始めました。その後東京進出に挑戦するも4回も失敗しましたが、2006年、35歳にして5度目の挑戦でようやく全国に TKO の名が知れ渡るようになりました。その後は芸人の仕事以外にも俳優としても活動し、2012年、白戸治の事件簿でドラマデビューすると、2013年には NHK 連続テレビ小説ごちそうさんに出演しました。2015年には映画唇に歌をで映画初出演を果たしています。実家が。木本さんの実家は大阪で自動車販売修理工場の木本自動車を経営しています。新車や中古車の販売から保険修理などを行っている会社です。一時経営困難になって借金生活や夜逃げ、警察沙汰などのトラブルもあったそうですが、今は借金も返済し安定しているといいます。現在は弟が実家を継いでいて、木本さんも弟が継いでくれて嬉しいと語っていました。弟は仕事熱心でお客さんからも信頼されているといい、木本さんがもし芸能界を辞めて実家に戻ってきても会社は渡さないと話しているそうです。投資詐欺トラブルの真相は。2022年7月頃から木本さんが出演番組を次々にキャンセルし、何かトラブルがあったのではと言われるようになりました。その原因は当初体調不良とされていましたが、実は投資関係のトラブルを起こしていました。木本さんは信仰のある芸人やタレント、スタッフなどに投資を持ちかけてお金を集め投資を進めていましたが、一緒に投資をしていた人物と急に連絡がつかない状態になってしまったのです。その被害額は7億円規模にも及んでいると報じられています。木本さんはもともとお金関係に疎かったそうですが、数年前からビットコインなどの仮想通貨 FX の取引を始めると、知人に儲かった投資案件があると話を持ちかけられました。そして2人の投資家と共同で運用を行うようになり、知識もないままにハマっていったようです。実際バラエティ番組で投資ビジネスの魅力を話したり、自身の YouTube チャンネルでも紹介していました。関係者によると、投資に誘う際の決め台詞は、お前らはよくわからへんやろうから俺に預けろ、損はさせんからだったそうで、どう運用されるのかはお金を預けた本人に知らされていなかったといいます。投資を誘われたという後輩は、金がないと言っても30万円くらいなら用意できるんちゃうと引かず、お金を出さないと分かると、誰がバイトを掛け持ちしてる、誰が金持ってるんなど他の当たり先を聞いていたと証言しています。また最悪の場合、もし運用成績がマイナスになったら俺が全額出すからと木本さんが補填するという話をしていたそうです。しかし木本さん自身は紹介料や仲介手数料はもらっていなかったと言われています。一方、木本さんは周りの芸人仲間からの人望がとても厚く、騙すような人じゃない、本当にいい人、巻き込まれただけではないかとコメントしている芸人も多く、
木本さん自身も被害者なのではないかとも見られています。トラブルの影響で2022年7月21日木本さんの投資トラブルが表沙汰になると、数日後には木本さんが MC を務める関西ローカル番組週末ライブ肝入りの打ち切りが決定しました。突然の番組打ち切りの理由について、テレビ局は急遽の決定であったことを認めた上で複合的な理由としています。またレギュラーラジオエビ中なんやねんや MC を務めていたアプリ学院なども降板や放送終了となり、最終的に7月23日所属していた松竹芸能を退社。退社を選んだのは警察沙汰にもなりそうな今の状態では退社せざるを得なかったのではと言われています。被害を受けた芸能人たちは、木本さんは親交のあるタレントや後輩芸人、スタッフなどに投資話を持ちかけ、実際多くの人がお金を木本さんに預けていました。実際に誘われて投資被害に遭った被害者は数十人規模に上るとみられています。コロナになって収入が激変し、生活に困ったり、貯金はあっても将来に不安を覚えていたりと、そんな芸人たちに木本さんは話を持ちかけていたのです。メインターゲットは松竹の10年目以上の中堅芸人だったとも言われています。木本さんの人柄から信用していた芸人は多く、安心してお金を預けてしまいました。その被害者の中で平成のぶしこぶしの吉村さんが今回の投資トラブルの最大の被害者と言われています。吉村さんの投資額は約5000万円にも上っていたようで、2021年にはバラエティ番組で仮想通貨で大損しました。貯金マジ100分の1ぐらいになりました。来月の家賃払えるかなぐらいまで行ったと明かしていました。また野生爆弾のクッキーさんも木本さんに数百万円規模の投資をしていましたが、運よくすぐに木本さんから被害額を返金されたと言われています。他にも芸人の南川さんや紅白歌合戦出演の女性タレントも被害を受けていて、被害額は一人当たり10万から20万円が多数ですが、何百万円と投資した芸人もいると言います。このように多数の人を勧誘した木本さんですが、絶対やれと強要してくる感じはなかったとも証言されています。現在は投資家と連絡が取れなくなり、集めた7億円余りの金額が返ってこないと報じられましたが、出資先の投資家2人のうち1人から木本さんに2億円が返金されていたことが判明しました。返金した投資家 A は会社社長で、総額3億5000万円を出資し、海外の土地や不動産に投資していたとみられています。関係者によると、不動産投資のためすぐに現金化するのが難しく、全額返金とはなっていませんが、この先も残りを返金していく予定だそうです。一方、もう一人の投資家 BA は2億5000万円を出資しましたが、連絡が全く取れていないようです。 B は外国為替証拠金取引をしていたデイトレーダーで20代男性のようです。そして問題を厄介にしているのが返金の問題です。木本さんは A から返金された2億円を使って A、B の両方の出資者に返金していたことが判明しました。通常であれば A から返金された2億円は A に出資した人に分配して返すのが筋なのですが、木本さんは出資者に優先順位をつけ、 A だけでなくB へ出資した人にも2億円を返金してしまい、現在お金の流れが複雑化してしまっているようです。前代未聞の巨額投資トラブルを起こした木本武宏さん、巻き込まれた被害者のもとに無事に全額返ってくるといいですね。これからの動向を注目しています。あなたはどう思いましたでしょうか。誠意ある対応をして信頼を取り戻してほしいと思った方は高評価をお願いします。
またこの件に関してコメント欄で皆さんで一緒に話し合いましょう。チャンネル登録していただいたらニュースの裏側をいち早くお届けします。最後までご視聴いただきありがとうございました。